今日は第34回、朝倉メントスワップミートに、来ています。今日はですね、レポーターを担当します安藤舞です。今日よろしくお願いします。今からですね、もうだいぶ人が入っていってるのが見えますが、今からこのスワップミートっていうのがフリーマーケットをアメリカ風に言った言葉らしいんですけど、なのですごい癖の強いなかなか普段見ることができないようなものが売ってるフリーマーケット、スワップミートに潜入していきたいと思います。では行ってきます。主張の強い登りを掲げてるお店を見つけたので、ちょっとここに入ってみようと思います。行ってきます。失礼します。見えますかね、男のロマンは女の不満、事後報告の会さんです。名前からしてね、なかなか主張がだいぶ癖が強いです。いいえ、そんなことはもうあの、まっとうに生きてる。いや、だいぶあのもう見てわかるように。そうですね、見てください、これ何ですか、これマット、マットです。これあのマットの内容、嫁が怖くて市民者が買えるか事後報告の会、マットレスだそうです。だいぶすごい、あの全部癖強いんですけど大丈夫ですか。あ、まあいろいろ大丈夫です。いや、はい、おいくらですかこれ。これ1万2000円ですね。2000円、はい。奥様にこれをこう主張するために家に置いてる。まあ、まず玄関にこっそり置いて。こっそりじゃないですよね。まあこれがちょっと許されるのはそこにあのタペストリーがあって。タペストリー、はいはいはい、はい、タペストリーがそこにあって。これ？はい。これであのこれあのいろいろ入ってます。このタペストリーだと。これが大体60cm×90cmぐらいなんですけども。でかいな。でかいな。はい。これが60cm×90cmがまあでかいなっていう感じなんですが。まあもうちょっとですね、極めてくるんですね。あの、はい、お家のリビングに。待って、お家のリビングちょっとあのこれあのよくあの街であの迷惑行為してる方たちの上りみたいに見えます。大丈夫ですかねこれ。あのスピーカーがついてる。そう、ちょっとね、あのいろいろと主張されてこれをリビングに貼ったらこう。お家には貼られてらっしゃる。私の部屋にも貼ってあります。奥様はそれを許されているの。入ってきません。あ、なるほど、見せれないです。はい、いや、どう、これあの大丈夫ですか、放送できますか。放送できないのはこれぐらいですよね。バター系、ゆっくり舐めよう、バター系。それいかんわ、それいかんわ。いけないやつ多いですよ。あのこんなあの基本童貞、はい、これあのドンキホーテ、あ、言っていいんだから、ピー入ってて、ピー入れてますね。ふーです。ふーのね、あ、リスペクトっていうやつ。あ、ですね。リスペクトって言えばね、あの、パクリじゃないんでですね。え、パクリって何ですか。あ、リスペクトですもんね。リスペクトですね。リスペクトですもんね。言い方ですね。要はね、言い方ですね。
自由にさせてる。すごいですよね。あのビビーインザカーよく見るんですけど、これじいさんが乗ってます。すごいですね。あのこういう素敵なステッカーたちが、これでもオリジナル。全部オリジナルですね。オリジナル。オリジナルのパクリや。パクリパクリ。あのリスペクト。ここ限定のあれですよね。うん、朝倉メントに来ないとあんまり買えないステッカーです。そうです。他で見たことがないステッカーが売ってる感じですね。大体あの売ってる側がこれ買っていった人はどこに貼るんだろう。あ、売った側がそう思うよ。そう思うぐらいのステッカーですね。いや、ライブあの全てがあの個性的なものがあるブースさんでした。これなかなかあの初っ端からあのすごいお店を見つけてしまいました。これがスワップミートだそうです。今日のイベントに来ている一般のお客様がちょっと捕まえれたので、ちょっと何を買ったか、ちょっと結構大きな袋持ってるので、ちょっと見せてもらいたいと思います。ちなみに何を買ったんですか。今日は洋服ばっかりを。へー、スカジャン、ね、え、柄すごいですね。風神ちょっと待って、風神って書いてある。あ、両方で風神大神って書いてある。だいぶ草強いですね。そうですね。ちなみにこれはおいくらだったんですか。アンスじゃないかな。1000円。え、めっちゃ安い。決め手はじゃあ風神雷神の柄に惚れて着てみてもらって。結構顔が硬いだ。はい。緊張しております。すごい。すごいですね。だいぶ両胸に風神雷神を抱えて、後ろも向いていただいて。後ろは？これはな、これも、あ、竜がジャパンって書いてます。だいぶあの外国の方が好きそうな、ね、漢字とジャパンって書いたものを。面白い。で、そんな感じでじゃあ今日はアパレルをいろいろ買って。いろいろ買いました。いや、もうありがとう。見てわかるようにあのすごい面白いグッズがたくさんあることが今でも伝わりましたね。この後も頑張って見ていきたいと思います。はい、どうも。すごい、早い者勝ちなんでしょうね。なんかこれ可愛いですよね。こういうのなんかガレージとかに置いてあったら。あのこれ海外の看板たちをすごい扱っているお店さんに来ました。すごくないですか。あの多分あの皆さん見たことがあるこれスターバックスの、え、めっちゃ大きい看板とかありますよ。なんかこういうのをなんかガレージとかに皆さん置かれるらしいんですけど、すごい今日もたくさんこの看板を小分けに抱えながら歩いてる方いっぱいいたんでですね、多分人気のやつすぐなくなっちゃうと思うんで、ぜひ皆さんお早めにゲットしてください。ちなみに私の推しはカーネル・サンダースです。じゃじゃじゃーん。すごいちゃんとあのね、こう見るとやっぱ世界チェーンなんだなって思いますよね。めちゃめちゃカーネルおじさんいっぱいいるんで、お早めに皆さんゲットしてください。すごいですね。もうなんか、でもそうか、ここはタイヤ屋さん？なんかな、このステッカーを作るよ。あ、ステッカーを作ってるんですか。デザインから全部やる。タイヤも今日は売ってる。そうそうそう、これはもう私物。これ私物ですか。私物です。18万円が、これはフリマっぽくなんですか。買う側の気持ちになったら高いよなと思ったから、5万やったら買うな。なるほど、買い手の気持ちになったら高いわけなんですね。いや、だいぶお安いそうです。はい、もうあの片方はねソルドになっているので、お早めに皆さん来てください。ありがとうございました。やっぱ今日のあの多分一番あのビジュアル賞を受賞させたいなっていうあのお兄さんです。クリスマス前なんで、セーフサンタさんがね、だいぶあのヘアが特徴的なサンタさんが
素敵な雑貨を売っております。ありがとうございます。はいよ。それどこから手に入れたものなんですか？これはですね、業者です。業者？非売品です。ちなみにそれはおいくらで売ってるんですか？いやもう気分です。500円でお願いします。500円500円お願いします。こっちやったらいい。先生あの、はい、一応ねちゃんと車のものも置いて、はい、置きながらちょっと手のあるものを用意してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこういう感じであの結構あの皆さんあのオーナーさんの趣味がたくさん詰まった商品ラインナップとなっております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、あのサボテン屋さんですか？まあまあ言うたらそうです。これ全部サボテン？いや違います。あ、違うんですか？これユッカ。これアガベ。アガベ、アガベ。アガベ。これサボテンと違うんですか？こっちであの毛色が違うお店があるなと思って。あえてこういうの。輸入したばっかなんで。これ、このままもう土とかに入れてるわけじゃないんですか？これを土に入れるんだけど、輸入品に当たって土を持ってきたらダメなんですよ。アメリカとかあっちゃう。この状態で輸入されてきてて、これをもちろんその鉢に土入れてちゃんと、はいはいはい、でもお値段がこんな見た目だけど可愛くないんですよ。可愛いサボテンかと思いきや、見てくださいこれ2万円だそうです。それでも安いんですけどね。これ、これ超なんか、はい、超レアななんか、まあ言うたらそうですね、いろんな種類の中でもちょっと人気がある種類。ちょっとこれ2万円すみません高いとか言っちゃいましたけど、はい、すごいこのこういうものとしては相場としては超お手頃に、お手頃で一応出してます。はい、ブームになってきて今のうちになんか2、3個ちょっとこう入れてお金置いててちょっと2万円ちっちゃいのにね、こんな高いんですね。そうなんです、そういう世界なんです。全然ちょっと知識がなかったんですけれども、こんなのもあるということで、はい、ちょっと気になった方あのインスタグラムあるみたいなので、ちょっとこちらからあのすみません私がちょっと説明力が低いので、ちょっとこちらからあの見ていただけたら、メッセージいただければはいお願いします。そして教えてくれてありがとうございました。開けてみる。じゃじゃん。おお。全部ちゃんと内側にね。すごい。でも見てください。ほら、めっちゃ可愛い。これ全部一個一個手書き？そうです。猫ちゃんが猫投入ちょっとあの読めないんですけど、あの猫の53足って書いてます。すごい、あタコさん、これすごい一個一個、しかもデザインがほら花札だったり、すごい可愛い。あ、私これわかる、これわかりますよ、鳥獣戯画。そうです。すごい可愛い。この前福岡でね超展示やってましたよね。めちゃすごいクオリティ高い、超可愛い。可愛いじゃん。はい。これ全部、これ何で書いてあるんですか？絵の具？まず筋を墨で描いて、はい、その後絵の具で塗っていくんですよ。すごい、めちゃめちゃ一個一個の作業、これめちゃめちゃ、はい、浮き出してるでしょ。はい。これ紙を何枚も重ねて貼ってるから浮き出してる。和紙みたいなやつ。そう、和紙重ねてるんですか？和紙。すごい。あ、竹籠に和紙を貼ってるんだ。うん、あ、じゃあ結構丈夫ですね。丈夫ですよ。すごい。ちょっとなんか初めてなんか今日あの好みとかイラストの好みなものが見受けられたかもしれない。こんなに手間暇かかった商品が、これ全部手作りとかですもんね。手間がかかってるけど、あのサボテンより安いでしょ。出しちゃうサボテン、出しちゃうちょっとやだやだ、これはやだ、しかもリアルなんです。あ、待って、これもやだ、なんだっけ、ムカデ。ムカデ、うわ、
ちょっとここで趣味悪いですよね。あの鳥獣戯画とかすごい可愛いのに、えでも本当にこれとかね、あの可愛らしいものはすごい可愛らしく、うん、化け猫？化け猫って言ってる。可愛い。すごいなんか今までけどこういうなんか。はグッズって見たことないようなテイストです、ね、ないと思いますよ、うん、だって私が手で書いてますから、うん、いやすごい他にないですもんね。へえ。1個ちなみにこれだってめちゃめちゃ作るの時間かかるじゃないですか。かかります。1個あたりどれくらい。まあ1週間ぐらいですかね。へえ、うん、あ中身もすごい。開けたらこれ全部手書きで、これも、うん、すごい。こう踏み箱だそうです。これはね通帳とかね、あこっちの権利書とか入れてくれる。権利書とかなかなかそこも古風ですね。権利書って、あの大事なものある方はこちらへぜひ。いやありがとうございました。すごいですね。私今日スワップミートっていうとこ来てるんですけど、なんか鹿の角売ってたんですけど、これ鹿の角だそうです。これ何用なのかちょっと果たして今あのここのお店のオーナーさんがいらっしゃらないので説明が聞けないんですけど、なんか書いてましたよね、なんかランタンスタンドを作ってみませんかって書いてるんですけど、どうやって作るんですかね。とりあえずあの使い方としては今私たちはこう、うん、こういう感じであの写真を撮るという方向しかちょっと説明ができないですね。これ どれぐらいあるんだろう。なんか多分あの森であったら多分怯えちゃうレベルの鹿の角とか。待って、ちょっと、お重たい。待って、めっちゃ重たいですしか、これ頭につけてるのめっちゃ頭重たいだろうな。すごい。エゾシカですね、エゾシカ。エゾシカ、うん、あお、これコートレンジの使い道はどういう。こうですね。あ、こういうことですか。いいじゃないでしょ。で、まあ、はい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 。学生ならこれをこれとか。なるほど。はい、てるあの顔、顔面がついてるのはあれは鹿？鹿ですね。首から上。なんかね、あれはすごいなんかこう飾ってたら儀式に使えそうな感じ。ヤンキーですね。あれヤンキーですね。あいつだけちょっとファンキーな感じなんかしてますもんね。ちょっとお値下げしました。ちょっとお値下げされてます。はい、1万3000円だそうです。いやなかなかあの鹿の角とかね売ってることなかなか見ないと思うので、何でもサブミート本当に何でもありました。現場からは以上です。何でもありました。ホテルタイヤ。じゃじゃん、木のこれは何て言うんですか。木製看板です。木製看板屋さんに来てます。もうあのミスターグッジョブと書いてますけど、ミスターグッジョブの店員さんにちょっとお話聞いてみます。これは手作りで、こうられて、こういうのって何用なんですか。何に使う。ちょっとカレーで使ってもらって、はいはい。おいくらで。1000円。これ1000円だそうです。こんな手作りでめちゃめちゃ手間暇かかってそうなのに1000円でいいですか。1000円にしないと買ってくれない。買ってくれない。安いですよね。だいぶあの皆さんあのもう買い叩かれてる状態だそうです。ミスターグッジョブ、本当にグッジョブだと思います。頑張ってください。皆さん早めにゲットお願いします。ありがとうございました。はい、では今回もブースの方にちょっと突撃インタビューしていただこうと思います。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。 あ、私です、はい、はい、ちょっとブースの方見せてもらいたいんですけど、すごいあの、めっちゃ雑多に置いてありますか。これは何を出されるんですか。まあ、並べて、もう見せびらかしてるだけです。あ、これじゃない。あ、
めっちゃクリマヨを雑に、雑に、あしかも、これは、バイクかなんかのパーツ？バイクのパーツ？バイクのパーツ？それ以外には使えないと思う。あ汚いからそんな綺麗な手で触る、こんな汚いも触ってダメやん。汚いも釣り物を汚いとか言っちゃダメですからね。まあ、販売してるものですから。綺麗な手で触ってこれみたいに汚い手で触る。お名前を伺ってもいいですか。長崎流星だ。長崎流星、流れ星の流星。おどっかで聞いたら名前、どっかであのなんかどっかであの横浜におったやつね。はい、踊っていらっしゃったりとかですね。長崎の流星だ。あ、なんか人気があるの。今日はそうです。YouTube で紹介をさせてもらおうと思って。うちの YouTube お願いします。常連さんなのかな。きっとあの YouTube 見てる方はね、おなじみなのかなと思います。見てますけど、私のチャンネルはあまりにも景品すぎで、絶対商品紹介しちゃいけないところなんです。本当にひどい。どんなものをやってるの。定期的に消されるチャンネル。あ、なるほど。YouTube。大丈夫ですか。突っ込んでいいことなんかちょっと。もう全部 P が入るけん大丈夫。チャンネル紹介してあげて。あれをあのひどいやつを。いやだいぶあの出店者の方もあの個性的な方が揃っている。変わり者ばっかりですよ。俺と合わんのですよみんな。いや変わり者だから。私あまりわからないんですけど、めちゃめちゃ安くなんか売ってます。綺麗な人変わっちゃいけない。バイクやってる方はね、こういうところでパンツと、あ、やつの子も。いや、だいぶ減ったのでよかったですよ。やっぱ減ったんですか。だいぶ減る。半分ぐらい。結構すごい置いてますけど。もっとじゃあ。めっちゃ山盛りできた。あ、じゃあ帰りはだいぶ軽くなって帰りそうですね。はい、ありがとうございます。この後。帰りに買ってくれるおかしな人がいっぱいいるので、助かった。これ今積んでるんだ。分かる人には多分宝の山だと思うので、ぜひこの後も楽しんでください。はい、めっちゃ偉そうにしてる。今日はどうしましょう。すいません、ちょっとあの軽めに整えていただいて。私ちょっと横着なスタートしましたけど、この椅子、美容室の椅子。ここ今日、何やったっけ。昭和レトロな。ああ、え、そうなんですか。これ、あ、なんかちょっとこう昭和のね。そうそうそう、はいはいはい、こう美容室の回る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 
ていただきたいんですけど、これ昔のボードゲームなんですか？ああ、そう、昔のボードゲームね。あの時代ですね、あのボードゲームの隣に、あの抗原検査キットまで。もう何でもありで、しかもあの1個500円で超安いじゃないですか。あのなんかちょっと心配になった時用にキットと、まあ、あのもしあの自宅療養になった場合 の、 あのレトロゲームうまいすごいそうボードゲーム、それおいくらで？これ500円。安い。え、なんか、え、ちょっとそのウルトラクイズってそれ何ですか？なんか中見る、なんかちょっとどんなものか。いや、これね、買わないと見れないもんね。あ、買わない。そういうの紹介してください。いやいやいや、もう見るからに箱がなんかもう昔からながらみたいな。91年だからね。ちょっと90ですね、私もまだ生まれてない。すごいですよね、よくこんなもの置い残ってますよね。すごいレトロな商品が並んでるお店からでした。ありがとうございました。横着にさよなら。ここに持って。もう座らんがいい、座らんがいい。いや、気にせんでいいよ。これ大丈夫かな。遊ぶところじゃなくて。さあ、逃げろ。逃げよう。大丈夫よ。はい、じゃ
ゃあ最後は、ここの主催者でもあるジンギーズさんのブースでーす。じゃじゃーん、見てください、ホットビールって、ホットビールですね、ブースさんのやつで、あー警視庁これは分かる、パトカー、警視庁だすごいすごい、いっぱい種類があるのでぜひお好きなのをゲットしてください。しかもまとめ買いでなんと6点以上で 50% オフとなっております。めっちゃ安い、買えば買うほどお得になるみたいですね。ここあれですね、ワイスキシリーズのミニカーたちがたくさん並んでます。かわいい、なんだっけこれ、お菓子ですよね。え、なにこれ、あ、お菓子入れたら出てくるような機械なのかな。へえ、もうなんかちょっと本当にやっぱわけわからないなんかグッズたちもたくさんあるな。へえ、かわいい、見てください、お子さんとか持ってたらめっちゃかわいいだろうな。いや、めちゃめちゃ気になってたのがキャリーバッグになってる。多分ね、こういうのもすごいお安くいっぱい用意されてると思うので、かわいいグッズがたくさんあるのでぜひお得にゲットしてください。